めっちゃボールも読んでくるかも。読みがめっちゃ合ってるんですよ。多分相性がいいのかも。今日本当に一日お世話になっております。残り 6? 残り6かな、5ホールかな。頑張ります。なぜかグリーンの上でバンカーらしきものが見えているところを今からゆっこさんが挑戦します。お、少し大きいそうです。こんな感じです。たくさんわさわさと人がいます。さあ、みんなが注目してる中で、ハット。みんな見てるよ。曲がってる、曲がってる、曲がってる。もう、OK。14番ホールです。とてもグリーンが速いそうです。難しいやんこれ。マジで？違うの。ここね、あかんかった。悪くないよ。最後のホールでも最終ホール、今日のご飯のこと考えて打ちます。すぐ取った。でも前にパー5なのでいけんじゃない。バンカー方向にミラクルショット見せてください。はい、うまーい。いけ、うまーい。ナイス、オッケー、完璧。自分がびっくり。
でしたか今日は。今日私目標、今日の目標が36バットで収めることだったんですけど37でした。はい、すいません。やっぱちょっとショートパットが苦手すぎるんで、キャディーさんにも怒られちゃったんで、手首使うなって怒られちゃったんで、ちょっと明後日のコンペではもう一回36パット以内に収めるを目標に頑張りたいと思います。ゴルフ場自体はすごい綺麗だった。すごい綺麗だった。綺麗で平らでなんかバンカー多かったかな。バンカー多かった。右回り結構バンカー多かったと思うんですけど、でもそれ以外もなんかバンカーでもうまく出てる、なんか砂は結構柔らかかった。で、ふみちゃんはどうでした？はい、私の目標は今日はまずトリを叩かない。叩きました。スリーパットしました。ロビーです。こんな感じ。じゃーん、お菓子がいっぱいある。ドライフルーツ。うん、ドライフルーツと、これなんすか。芋、ごぼう、芋芋かね、なんでだろうね、わかんない。ゆっこさんはエスプレッソですか。エスプレッソにします。ちょっとほろ苦っと、ちょっと飲んでからお部屋紹介します。はい、はい、じゃあ部屋到着しました。到着しました。ドキ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 で開けます。おお、あ、ウェルカムフルーツもある。なんか木、ウッド感、なんだろう、なんか日本っぽくないですか。書籍じゃないよ、デスク。書籍があります。ないけどね。結構勉強するんですか。違いました。おー、寝室でーす。ダブルベッド。ダブルじゃないね、これ何、キング。広い。あ、ちょっと外の景色、はい、見てみましょう。見てみようね。おー、初めてタイ来たんですけど、すごい、こんな感じ。都会。え、待って、違う、隣の部屋が、隣の部屋が見えます。あ、そう。見えます。こうやって会話ができます。会話ができますね。ちょっとこの、ね、気になる、女性が一番気になる、お、気になるのはバスルームですね。バスルーム。お、シャワーと浴槽が別々のパターンですよ、これ。わ、おっきい。いや、ここでもシャワーあるんだ。ここでもシャワー見れるし、ちゃんとシャワーブースがあるので。本当だ、きれいきれい。あ、いい感じじゃん。いい、アメニティもコットンとかね、歯ブラシもありますよ。体重計もありますね。体重測っちゃう。突撃。突撃。ゆっこの体重チェック。はい、どうぞお願いします。女の子に体重は聞いたらダメですよ。ゆっこやばいよ。これお風呂入ってるとこ見られちゃう。あかーん。これあかんやつやん。あかんやつ。見えちゃうよ。女子同士でもちょっと気まずいやつ。完璧じゃない？電源かけっぱなし。オブジェ、本物だ。みかんだよ。超え、見て、名前書いてあるよ。あ、すごい。ゆきこいしいって。嬉しいね、これ。すごいね。うん、
やったね、バナナでかくない？バナナで一発芸お願いします。マジっすか。3322119。あの視力検査しようと思ったんですけど見えちゃう。はい、行って次行きましょう。もう起きてかな。寝ながらテレビが見れる。部屋紹介なんかご紹介を超えてしまったんですけれども、本日朝からガイドをしてもらっている井上さんです。タイ国設観光庁の井上です。よろしくお願いします。ちょいちょい朝もね、いろいろこう実況してもらってガード中にちょっと喋りすぎました。調査は井上さんでした。はい、じゃあここは、はい、何でしょう。今日は、はい、ウーマンジャーニーのレセプションパーティーにお二人を招待いたしました。8月の12日がタイの王子様の誕生日なので、はいはい、母の日になるんですけども、はい、たくさんの世界中の女性にタイを来ていただこうというキャンペーンの10日月間みたいなのをしてます、はい、なのでレディースゴルフチャレンジのゴルフがあったり、はいはい、こういうレセプションパーティーがあったり、はい、今日は皆さんおしゃれして参加していただいてます。綺麗なね、もう各国から来ていらっしゃる女性たちがドレスアップしていっぱいいらっしゃいます。ミスインターナショナルアジアとか、はい、華やかな感じ、楽しみです。ミナパーティー、はい、楽しみください。もう終わって今お部屋に戻ってきました。今日一日結構長かったですね。長かったね。だって夜が明けてない時から来て、ね、今まだ10時くらいかな。今はそうです、10時ですね、うん、こっちどうでしたか、ね、パーティー。なんか圧倒されましたね、うん、世界各国の美女たちが集まって、そうミスがすごい、なんかショック受けたよね。いい意味で、すごく刺激を受けました。あとなんかダンスとか歌とかもいっぱいなんかね、あって、まあ、タイの伝統的なダンスだったのかな。ね、すごいなんかもうあんまりコメントが出て疲れかな。疲れて何も言葉が出てきません。ゆっこね、すごかったね。明日はいよいよ観光に行ってきますね。ね、明日は一日観光です。うん、超楽しみ。ね、明日もね、天気もね、なんか良さそうだし。井上さんにいろいろと連れてってもらうので、で明日はミッションがあります。明日のミッションは奇跡の一枚、インスタ映えの写真を撮ってこいっていう指令が宮下社長からありましたので。うん、私たち2人で協力して映えな写真を撮りたいと思います、うん、撮りたいと思います。はい、タイのねいいところをいっぱいこうお伝えできるように、映え探しの旅に出ます。はい、でみんながタイに行きたくなるような写真が撮れるように頑張ります。はい。
はい、では明日も頑張りましょう。頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、YouTube のこれ小さい。